こんばんは。寒。おいしょ。こんばんは。お腹がいっぱいすぎる。お腹がいっぱいすぎるんだ。あさかさん、すけさん、ぽっぽさん、ぴろしさん、ゆうちゃん、たこー、けんじさん、ぴろしさん、まさひろさん、ゆういちさん、結婚してギフト、ありがとうございます。今日もいっぱい韓国料理を食べました。ユンニムチッキ、美味しくいただきました。ゴールデンウィーク始まりました。よかったですね。ね、今日、明日公演あるけど言うて、まあ、ゴールデンウィークっちゃゴールデンウィークやけど、平日っちゃ平日みたいな感じよね。ラデュレのマカロン買いました。いいね。なん、ニャンニョムで。ヤンニョムな。ヤンニョム。やーゆーよの、や。やーゆーよの、やーんにょむ。わかったか？
5月頑張っていきましょう。頑張っていきましょう。深緑さん、イギータさん、ありがとうございます。福岡の明太重のお店知っとる？知っとるよ。行ったことあるよ。福岡住んどった時は全然知らなかった。逆に。逆に知らなかった。まあ、近いものほどよく知らないって言いますからね。言うか知らんけど 今自分の頭に出てきた言葉。そうですね、ぜひ。相変わらず怖いですねって。ありがとうございます。今日すごく機嫌いいですねって ありがとうございます。まあね、そんなね、ちょっと配信。数十秒。ものの何分見ただけで私の機嫌を分かられちゃう困ったもんですよ。分かったと思ってもらわれたら困ったもんですよ。地元にいるとというか、まあ、地元にいると、あれですね。地元の有名なものとか、有名だと思って食べてないみたいな。そう、普通に当たり前、なんかもう日常になって、当たり前に、食べているから、そんな有名なものと思って食べてないみたいなのは、あるあるな気がする。スカイツリー登ったことない。何の話ですか？ どういうことですか？東京にの住んでいるから、からこそ登ったことないっていうことですか？急に。今日は元気ですねって。いつも元気ですよ。24時間見てるかもしれないよ、ふふふって。それはないですね。角さん、柴犬さん、ライディーンさん、タコー。スマイルさん、赤色さんとさん、かわいいギフトとクマ、ありがとうございます。昨日、太宰府行ってきました。ねえさ、太宰府、久々に行きたい。太宰府天満宮。まあ、太宰府天満宮、まあ、食べ歩きって言っても、そんなに、食べ歩きとは言ってもね、そんなお店ないけど。最近行ってないので行きたいですね。生まれたのは福岡。生まれたのは福岡っていうか、生まれたのも福岡だし、この STU に入るまで生きてきた、育ってきたのも全部福岡ですよ。
広島人は毎日広島城登るやんって、そんなことないでしょ。そんなことないな。人によるでしょ。ああ、おしゃれなスタバね。インスタで、ん？インスタで、インスタストーリーで岡山パン屋、ああ、ベーグル？今日も食べたよ。目が僕の3倍くらい大きいって。これの3分の1やったら結構ちっちゃいぞ。3分の1やったらこれぐらいだ。結構ちっちゃいぞ。広島住んで3年経ったかな。まあでもシティ入ってからやけど、まあ3年経ったんじゃない。ゆういちさん、おいでます。元気さん、バラーありがとうございます。うん。3年経ったら、だいたいわかるね。福岡と広島ってどっちが都会なんて。福岡やろ。それは福岡だと思いますよ。実際に住んでみてそう思う。今、広島に住んでみ、いる、立場で言うと、福岡です。風呂入ったんて、入ってないよ。どう見てもメイクしてるじゃん。住みたい県とかあるって？ない。別にない。福岡。福岡ですね。別に、別にないかな。自然とか乗り方わかるって。わかるでしょ。 そんな、一般というか、一般的な常識というか、なんていうの？普通にわかるよ。南に行くほど田舎のイメージだった。どこに住んどんだ、あなたは。 そんなこと言ったらさ、日本の都市はさ、東京じゃなくて北海道になるやん。南に行けば行くほど田舎になっていくんだとしたら、沖縄が世の中の一番田舎で、福岡とかも田舎になるってことでしょ？もはや、北海道が一番の日本の都会になってしまうじゃん。まあ、自然は使わないですけど、
私電話使わないですけど、乗り方ぐらいわかるよ。だって乗るだけじゃん。乗り方ぐらいわかるよ。乗るだけだもん、だって別に。福岡のおすすめ観光地とか、なんかね、そう聞かれるとあんま福岡ってないんよね、別に。そう、住みやすいけど、別になんか、そういう何かがあるわけではないよね。観光地で言ったら広島の方があるんかな？でも思ったりする。ぐらいの感覚。乗るだけじゃなくてお金払うんやでって。わかるわ、そんぐらい。乗り方わかるか聞かれたから、乗るだけでしょって言ったんだ。そんぐらいわかるわ。福岡タワーは？観光地って感じではない気がするけど、福岡県民からしたら。広島は、まあ、宮島か 尾道か でもなんかさ、平和記念公園のさ、あの、特権爆ドームとか、なんかそういう有名な場所はあるやん。観光地？まあまあまあ、外国の人が来るぐらいのさ。でも福岡の観光スポットとか、福岡来て、じゃあ仮にメンバーとか福岡連れて行きましたってなって、どこに連れて行くかって言われ、なったら、どこだろうなってなるので、太宰府、まあでも太宰府もまあって感じですし、観光地って感じではない、なんか別に。天神とか博多に行けば、美味しいご飯とかね、お店とかはあるけど、でも別に観光地って言われると、ってなる、その感じ。そういうので言ったら、まあ、広島は割とそういうスポット的なものはあるんじゃないかなと思いますけど。キャナルは別に観光地ではないよ しかも別にそんなお店何もないよ。そんなめっちゃお店があるってわけではない。ランコのところは観光。あれは観光。宮島じゃなくて糸島。でも、糸島、福岡に糸島って場所あるけど、でも糸島を、宮島だと思って、そう、行ったら全然違う。島の中でも 島の、違うね。糸島はもうドライブスポットみたいな感じ。なんか車で回って、ポツポツとお店があって、みたいな。宮島みたいな、ああいう島を想像していったら、全然違うって感じ。ああ、確かに。江ノ島みたいな感じで言ったら分かりやすい。車で回るほどの、って感じ。
まあね、SNS とかで見るとよく見えるけど、でも、行ったらあんまりみたいなのって、まああるあれですよね。なんて言うね、行ったらあれってなるっていうよりかは、多分、あれな気がする。写真がよく撮れすぎているみたいな。そう、写真をよく、撮りたがって、撮れているだけっていうのもあると思います。だって別にサラも行ってみて、あれなんか あれみたいな、思ったよりしょぼいなとか思ったとしても、まあ、いい感じに写真を撮っていい感じになっていれば、こっちも載せるし、そう。なんかね、前ね、なんか、まあ何とは言わないですけど、MV の名所に行った時に、名所っていうか、名所ではないな、別に。MV の一角のところに、このところ高校生とかの頃に行った時に、その近くの、その地元民の人に、これってどこですかって、その MV のやつ見せて言ったら、これ？みたいな。これでも、こんなんじゃないよ、みたいな。全然こんな、こんな綺麗な色もしてないし、こんなんじゃないよ、みたいな。行く価値ないよ、って言われて。そう。で、しかも遠かったけん、もういいやと思って行かんかったこともあるぐらい、そう、こんな色じゃないし、みたいな。って言われた、地元民に言われた、こんないいものじゃないよって言われたね。あれがあったから。そう、時間なかったし、遠かったし、別に、そんな、なんて言うんやろ。そんな有名な、その MV の、もう、MV といえばこれみたいな場所でもなく、ただ MV の一個一個の推しが座っていた、ここに行きたいって思っただけのようなぐらいの、ところやったっていうのもあるけど、そうそうそう。STU じゃない。STU じゃないけど、だからそういうのは、まあ、あるものなんですよ。きっと。いいカメラで、サイドを上げれば、あれでも別に、ね、よく、実物見たら、意外と、ボロいな、みたいな。まあまあ、あるある。じゃあ、あるあるでしょ。江島さん、優勝。ありがとうございます。中野さん、ミミさん、ありがとうございます。あるあるだ。天気とかは結構関係しますからね。だって未来心の丘も全然なんかあれ？みたいな。あれ？みたいな。こんな、周りに普通に家があって、登って、こんなに登って行った場所にあるんだって思ったもん。未来社に今日行ってきた？あら。
ってきたのに 行ってきたのに行ってきたのはいいじゃん。宮市の丘は別に、あれよ、宮市の丘自体は全然がっかりしてないよ、何も。そう、全然がっかりしてないです。ただ、そこの周りに家とか、なんか、未来心の丘だけが急にボンってあるって勝手に思っとったけん、そう、こんな登っていった先にあって、しかもちょっと周りを見れば、家とかが見える場所にあるんだ。って思った。ってだけで。まあ全部ね、行ってみなきゃ、わかりません。自分の目で見ないとわかりません。規模感とかもね、ほんと行ってみないと分からんけん。写真じゃ広く見えるけど狭かったり、写真じゃ狭く見えるけど広かったりしますから。石田さんのメールを取るとどんないいことが起きますか？それも自分で言ってみないとわかりません。言ってみないのではない。取ってみないとですね。わかりません。運が良くなりますって。それはまあ、知らんけど。毎月3種のプラメ専用写真がもらえます。でもそれは、メール、てか基本メールはメールでしか送ってないよ、写真は。メールはメールの写真しか送ってません。甘いものが食べたくなりますって。ウケる。サーフィンのメール写真は全部映えているって。入ってる。生活リズムが安定しますって。え？ さあのメールで。
ね、今日から5月ということで、あっという間に、5月、5月ってやばいよね。5月ですよ。5月かーって感じ、なんか。ほんと個人的には、4月が、あっという間に過ぎすぎて、過ぎすぎて。びっくりでしたね。ね、まあ5月はどうなることでしょう。信号の待ち時間は長い。まあまあまあ、まあまあまあ、この前元旦コンサート行ったよねって感じ。それはないな。 それはないな。あれはまあ割と経った。それからはまあ割と時間経ったなって感じ。今月長かったなって思うことあるのかなって。全然あるよ。今月っていうか、今週めっちゃ長かったなとか思ったりするよ。別に余裕であるよ。匂わせって。何が？ 何がですか？5月はね、どうなることやらって言っただけで匂わせとか言われたら、何も喋れんわ。まあ、5月は、今のところだと、明日が、チャートリー、スタジオ公演がありまして、4日は、お話し会と、未来バトンがありまして、土曜日が、高嶺のなでしこさんとの、対バン。がありまして、それはまだ多分チケット買えるのかな。で、その夜はまた、お茶、ラジオがありまして、みたいな感じですね。今週の一週間は。今週はそんな感じですね。ね、お話し会。あれみたいで。再販がスタートしております。5月27、28の分が今回で最後ですね。申し込める。
お待ちしています。土曜のって毎週なんですか？なんかこれ結構聞かれるけど、そうだよ。毎週土曜日って言った通りです。毎週土曜日深夜1時半から4時半。この前みたいに野球とかのあれで押した場合は時間が変更になる時もあるけど。毎週は毎週です。毎回スタジオってわけでは別にないので、コロナの関係で、十何人、まあ、20人近くの人がね、スタジオに、でやるってわけではないので、毎週ではないですけど、1回目とかはリモートでしたし、毎回行きますってわけではないです。だし、どうしても行けないときはあるし。どう頑張っても行けないときは行けないですからね。10時に仕事が広島とかで終わりますっていう日は、まあ絶対行けないし、どう頑張ってもいけないので。マサさん、ありがとうございます。ギフト。毎回ではないです。まあ見てるみんなからしたらね、別に、スタジオにサラが行ってようが行ってなかろうが、そこまでの、まあ声だけなんで、そこまでの大差はないかと思いますが。月に1回、月に1回、あれです。クックパッドがあり、毎週、お茶は毎週ある、みたいな感じですね。月1のレギュラーと、週1のレギュラーと、みたいな感じ。映像付きだと嬉しい。もうこっちは嬉しくはないかな。見とる、まあ、見とるというか、
ね、聞いてくれてる人側からしたらあれかもしれないけど、まあでもそんなこと言ったらね、それはラジオじゃなくなるから、それはもう番組になるから、ちょっと話は別ですけど。次は週5くらいのですかねって。ショールームだけで、それはいいです。それはショールームだけでもう十分です。週5のレギュラーと、もうちょっとそれはもう、何が何だか。次は東京でレギュラーをって。ごちゃが東京じゃん。ごちゃが東京だからいいんだよ。だったら大阪。そう、クックパッド、5月25のクックパッドも、明日から応募受付が始まりますので、ぜひ。マサさん、セリアさん、ヤジウマさん、ダルマン。ありがとうございます。もう9時半か。クックパッド東京でやってくれないかなは、それはもうめちゃくちゃ言われるけど、もうめちゃくちゃ言われるけど、もうあれは大阪でやるものっていう、認識をしていただきたいと思っています。そう。あれは基本的にもう大阪のスタジオでやるものなので、もしかしたら特別版であるかもしれないけど、知らんよ。これは匂わせてもなんでもない。可能性としては全くないわけではないと思うけど、東京来てくれるまで待ってますとか言われるけど、それはもう待たずに大阪に来てくれないと、もう一生見れずに終わる可能性もあります。ってぐらいの話です。STU48 号が、東京公演来てくれないかな
って言ってるのと同じぐらいの確率だと思っておいてほしい。本当に それぐらいのものだと思っていてほしいって感じ。あれはもう大阪の心斎橋のスタジオでやるものなので。あと土日にしてほしいとかは、もうそれも、もう、死ぬほど言われるけど、死ぬほど言ったけど、ザラも死ぬほど言ったけど、みんなに、もうみんなにも何十回、何百回、何百回は嘘だな、何十回って言ったけど、こちらの希望としてやりたいですっていうのはもうスタッフさんにも言ってますので、もうあとは私に言われても困るので言わないでください って思ってます。そう。仕事で行けないとかはもちろんわかるけど、わかるけど、でもそれはサラが言われてもどうしようもないことなので、私はスタッフさんに土日にやってほしいです。やりたいです。ファンの方からも言われますっていうのはもう言いました。言いました。言いましたってことも、配信でも、お話し会でもいっぱい言いました。なので、もうこれ以上、土日にやってくれないといけないよって言われても、もうそれはもう、こちらとしてもどうしようもないので、今後は、もう、言わないでほしいです。言われたとしても、もう今後は、無視します。もう、推しのこと言ったからね、もうこの話もう何回もしたよ。多分もう、ね、もう本当何回もしたので、もうそろそろ言いません。もうそろそろ言いません、本当に。もう知りません。もう知りませんって感じです。もう本当に来ようとしてくれてる人は、多分何も言わずに、もうそう、予定を合わせたりとか何かして来ようとしてくれてるから、もう。土日にやってくれたら行くのになぁは、もう知りません。もう知ったこっちゃありません。もう知りません。もうそれは。もうこちらとしても何も言い、もう言いようがありませんので、もうそれは知りません。知ったことない。もう。そもそも土日にやっ、あ、なんかね、東京のスタジオは絶対的に土日はできないんですよって聞いた。って言ってた。そうそうそう。私がやってるのはもう、平日、そして大阪なんだよね。心斎橋の方は土日できないってわけではないらしいけど、でも別に、クックパッドカフェはクックパッドカフェで、クックパッドカフェのコラボイベントとかをやってるから、そういうのが被ったりしたらいけないとか、なんかそういうのもあるから。そうそうそう。私、もし、もう本当に本当にそう思うんだったら、もうそれはもう、クックパッドの、あちらのね、なんかお問い合わせフォームか何か知らないけども、そっち系に言ってください。もうすいませんけどもね。なんか、メンバーに言われてもね、私が決めてないことは仕方ないです。みんながね、みんながみんな、毎回毎回、見てるって、けじゃないのは分かってるので、数回同じ話をすることは全然何とも思ってないんですけど、って感じです。他にも言わないでほしいこと教えてくださいって。いや、別にないよ。言わないでほしいこととかはないんやけど、あまりにもずっと言われると、しかもこっちに言われてどうしようもないことを言われると困るんですよね。応援が当たらないとか、席運が悪いとか。なんかそういう話も別になんて言うの、お話し会の話題としてっていうか、まあ話題としてか。話題として、最近席運悪いんだよねとか、そう、もういつもあの席悪くてさ、みたいな。そうだな、ははっていう会話はできるけど、それを通り越して、どうにかしてくださいって言われてもどうにもできないじゃないですか それと一緒です。う。そう。こうなんだよねっていう話は、そう。もう、それはただね、トークテーマというかもう、話題だから、なんとも思わないけど。それを超えて、どうにかしてとか、スタッフさんに言ってとか言われても困るよ。そういうのって大体メンバーもね、
ちゃんとスタッフさんに言ってたりとかするから、結構。特に私言ってるから、もう、それ以上のことはもう、どうもこうもできません。あなたの運の問題です。そう。あなたの運の問題ですってなるのに。そうだよ。え、そうだよ、本当に。もう、さらにそんな権限あったらもう、あれよ、いろいろ変わってますから。できることとできないこと。できることって言われたら逆になんだろうねと思う。なんやろな。なんやろな。逆に。なんだろう。できることも少ないけどね。もはや。もはや。一つだけ権限がもらえるなら何が欲しい？一つだけ権限がもらえるなら、一つだけ権限がもらえるなら、難しいね。なんだろうね。なんだろうね。別にないか。なんだろうね。特に思い浮かばない。セダサイド当落？別に当落、楽は。卒業公演の最前に、私のファンではない人は置かないでとか。それぐらいかもしれん。やっぱね、自分の公演じゃなくても、やっぱ、人の卒業公演とかでもね、やっぱ、そのメンバーのファンじゃない人が、なんていうの、ペンライトを、そう、もう、あからさまに、違うペンライトの人が最前とかにいたら、ええー、って ええってなるから、そう、こっちも。人のことでもね、人のことでも、あらまあって、まあ、生誕祭はまあまあ別にあれですけど。特に卒業公演とか、あらーって思ったりしたので。卒業の匂わせって。まあ、そんなこと言ったら何も喋れないな。すごいみんな、なんか心がナイーブになってるんだね。卒業するメンバーとかが最近いたから、すごく心がナイーブになってるんですね、そんな。ちょっと何か言っただけで全て匂わせなんか言われちゃって。そんなこと言われちゃって。何も喋れねえっつうの。そんなこと言われたら何も喋れねえっつうの。
ね、鍵に気がちですね。5月病になっちゃう。5月病って何、ちょっと何なのかも分かってないけど。5月病だ。大変だな、みんな。3期生をたくさん取ったから卒業生たくさん出てくると言っているメンバーもいるんでしょ。どういうこと？ どういうこと？どういうこと？ 3 期生をたくさん取ったから卒業生たくさん出てくるって言ってるメンバーもいる？どういうこっちゃ？どういうこっちゃ？どういうこと？卒業生がたくさん出てくる。メンバーが言ってるってどういうことだ？ちょっとよくわからん。ちょっとよくわからない。それちょうど48人だから別にたくさん取ったっていうわけでもない気がするけどね。そんなこと言ったら2期生24人とか入ってきすぎやん。2期生より10人少ないんだよ、だって。そんなたくさんってほどじゃなくない？それなりじゃない？普通に、どこのグループも。新規制取るってなったら、大体、そんなもんじゃない？しかもさ、別に、なんやろ、個人個人が辞めようって、もし考えとる人がおったとしてもさ、それをさ、全員が全員、ね、全員が全員卒業する予定の人が、全員が全員別に、スタッフさんとかに言っとるわけでもないと思うし。そんな。じゃああなたは何月に辞めましょう。じゃああなたは何月に辞めましょう。あなたは何月に辞めましょうっていうのをさ、そんな、全部さ、こう、決まってるわけじゃないだろうしさ。って話じゃん。ね。そんなんがあるわけじゃないんだからさ。何を言ってんだか。もうね、みんな心がナイーブになって考えすぎているんだね。考えすぎているんだね、本当にね。あれらしいよ、なんか、人生で想像する、何やったかな、なんか、こんな風になるかもしれないって思う99%のことは起こらないみたいならしいよ。それ深読みしなくていいんだよ。深読みする必要もないし、てか、深読みしたところで、深読みしたところでないよ。じゃない？だってさ、別にさ、そんなさ、深読みしてさ、だからってさ、卒業生がいっぱい出てくるんだって思ったところで何なんだ感じじゃない？思ったところでじゃん。自分が思ったところで、そのメンバーが辞めなくなるわけでもないし、別に何言ってないじゃん。そう。だから何って変わるわけじゃないんだからさ。卒業するならお話し会いっぱい買うもんとか、そんなのはね、ダメなんだよ、逆に言ったら。そんなんダメだよ。
月始めにしては話題が重いって。話題を重くさせたのはそっちだよ。本当に。そう、考えたってどうにもならないことは考える必要がないんですよ。と私は思っている。考えて変わることなら考えるけど、考えても変わらないことは考えない。それが一番じゃない。だって、そんなもんだよ。そんなもんだよ。内部だね、みんな。みんな内部だ、内部だ。ないぐらいないぐらい。一人きり、別にさ、撮ってないよ。みんながなんかちょっとおかしいから。みんな5月病だ。私もオタでしたから、オタから卒業の心配をされます。どういうこと？オタから卒業の心配をされます。どういうこと？あなたアイドルなの？ どういうこと？ 全然意味がわからん。オタ卒の心配をオタクにされるってこと？自分のオタ活の心配、ん？自分のオタ活卒業の心配をオタクにされるってこと？なんかオタ友にされるってこと？もう知らんやん。どうでもいいや。どうでもいいや。47分だからメール送ろうかなって思った。重たい話題を展開してますか？いいえ、みんなが展開してきたんです。だからそれに答えただけです。私はしてません。私は決してしていません。もう別にしていませんよ。
ミステロでも送ろうか。この時間だね。シーラね。シーラね。グッチャー。一日一飯してろとかしようかな。せんけど。夕飯がまだ遅いね。サラピの卒業公演には必ずリンクを呼ぶって言ってくれたから、何年後でも必ず行きますって。それね、地味に失礼な発言だって分かった方がいいよ。なんか、いいこと言ってますみたいな思っとるかもしれんけど、そんな別にこっちとしては嬉しいことじゃないってちょっと分かった方がいいよ。ちょっとメールの続きをね。メールを送りました。今日も配信見れてよかった。まあまあ、そろそろもうちょっとで終わります。もうそろそろ終わります。ジャッキーさん、浅香さん、スケさん、中野さん、やじうまさん、ありがとうございます。そうだ。遠回しに失礼なこと言ってくる人多いんよ、本当に。そう、もう。遠回しに、でもね、遠回しに、みんなが、そうやって推しメンのこととかで、わからん、とか、周りのね、他のメンバーのことで、ナイーブになったりして、そういう、なんかすぐ何でも匂わせって敏感になってるのと一緒で、私たちも日々ちょっとなんか、なんか、そういうことをもう言われたりとか、ちょっと嫌味、ぽい人がまあいたりするから、嫌味っぽいこと言ってくる人がいるから、そんなつもりじゃなくても、そういうふうに聞こえるメンタルになっちゃってるメンバーも多分あるんですよ、きっと。そう、他のメンバーの配信とかね、普段全然見らんけど、たまに見たりすると、なんか、失礼だな、みたいな人 いたりするから。そういうのは、まあまあ、よくあることなんでね。そう、みんなが、
何でも内部になってるのと一緒で、メンバーも、そういうことを、初期だったらね、もうほんと初期の初期、ショールーム始めたてとかの頃は、そういうふうに捉えなかったことも、もう言われすぎて、そういうふうに捉えちゃうようになっちゃったりもしてると部分もきっとあるからさ。はっきり言ってくれるからありがたいと思う。でもね、言ってないこともいっぱいあるよ。10個嫌なコメントが来たら10個言い返してると思われてるかもしれないけど、10個嫌なコメントが来てもこっちが言い返してるのって、まあ、1、2個、2、3個ですから。特に、顔を見せたことない人たちに言いたい。私はね。私はね。私は大体、顔と名前をちゃんと分かってる人とか、よくお話し会で喋ってる人とかだと、ちゃんと、こういうニュアンス、わらとかがついてなくても、こういうニュアンスで言ってるんだろうなって分かるから全然何も思わないけど、やっぱ顔を見たことない人に言われちゃうと、なんかすごい、嫌みったらしく聞こえちゃったりもするからさ。本人がそのつもりがなかろうとあろうと。なんか、前、お話し会で、何やったかな、なんか、もし嫌なことが、嫌なことを自分が言ってたら、もうブロックしてねって言われて、なんかそれは面白いなと思って。面白くない？なんかもう、言われて、もう自覚がないだけだから、もうブロックしてくれた方が、これはダメだったってわかるから、もう、ムカついたらブロックしてねって言われて、なんか面白いなと思った。面白い。それはそれの面白い。そこまで、なんかもう、逆にそれを言われたら、なんかそれを言われたことによってもうブロックしようとも思わんくない？もう、それを言われたらさ、ね、それを言われたらさ、もう何を言ってきても大体な、もうね、なんてやろ、もう、そんな、それを言うってことは、相当自分が嫌なことを言っとるっていうね、別に自覚がないっていうか、そんなつもりもないんだろうから。何を言われても逆に嫌味にも何にも感じんよね。逆に。そんなことを言われたら逆にはそう思う。大阪 LLC さん、ミンミンさん、ウドムさん、ありがとうございます。ね、面白いよね。そこまで来たらもうすべての発言に悪気がないと逆にわかるから。面白い。やば、57分、ちょっとメールを。いや、メールを。家で撮った写真。ちょっとメールの写真を撮らないといけないか。わざわざ嫌なこと発言してるよね、だって。言われてやんの。写真撮ります。メールの写真を撮った。でもね、なんか、まあ、よく、もう毎日のように、その同じメンバーのショールーム見てる人とかしたらさ、もうわかるじゃん、多分。周りから見てもさ、この人はこういう人、みたいな。きっと。
分かってくるんだと思うから、別にそれは配信者ね、こっち側だけが思っていることじゃない。みんな言わないだけで思っていることとかもきっとあるだろうなと思います。だからあえてブロックしないこともあるよ。それだけ。それだけ。それだけ毎回毎回嫌なコメントして、周りからもそう思われていくな。それはその人のこと、問題だから。好きだねって感じ。コメラ、でもみんなってさ、コメントを読むんかな？なんて言うんやろ？なんかさ、コメントって読んでるん？って思う。とかさ、メールの返信とかも思う。なんか、さらに向け取るもの、さらに向けているものってみんなも見るんかなっていう、思う。とかなんかさ、あえてハッシュタグつけてさ、なんか、事実無根なことを書いてくる人とかもいるけどさ、そういうのって、なんか、周りの人も見とるんかなって思う。他のファンの人も見とるんかなと。メールの返信とかツイートとか、ショールームのコメントとか。あ、やばいやばいやばい、10時。写真撮っとったら時間が。やばいやばい、もうちょっと。やばい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 。はい、出た。このログインし直さんといかんやつ。もう間に合いませんでした。ああ、5月一発目から間に合わなかった。メールのために写真を撮っていたら、送れないという、本末転倒、みたいなやつ。本末転倒みたいなことになっちゃいましたね。ま、でもおやすみってことで。飯テロメールだけが行きます。飯テロだけが行きます。まあ、確かにね、確かに、ツイッターとかはわざわざ検索せんと出てこんけど、そっか、確かにね、ショールームのコメントはね、まあ、視界に入ってくるもんね、別に。確かに。ツイッターかインスタには絶対載せない。絶対に載せない。ゆうきかいとさん、ありがとうございます。吉田よりをは始めました。よろしくお願いします。あら、ありがとうございます。ショールームのコメントは残らないのはいいとこ。でも、だからって何でも言っていいわけじゃないからね。わ かってると思うけど。そんなこっちがスクショすればいい。もう、スクショしちゃうから。相当、もう本当に嫌なコメントとか、もう本当にしつこいし、アンチみたいな人がいたら全然余裕で
スクショして、この世の中に残して、言いますから。お話し会でもそうだよ。すごくなんか、本当にいないんだけど、まあ、いないことはないけど、まあ、そんな、たまーにあるぐらいのことで、そういう、なんでもね、お話し会だって、オンラインだってね、見れるんだからね、大人が。ちゃんとスタッフさんが見れるんだから。ここに、剥がしで立ってないからバレてないって思ってるかもしれないけど、別に。見られてるからね。あ、そう、スペシャルサポーター、コメンしたので。通知いかんのよね、スペシャルサポーター。不便よね。太もも発言はいかんよね。どういうこと？てかね、なんでもね、もう言うのも、人によるっていうのは正直あるよ。だってやっぱ、なんて言うの。言い方悪いけど、あなた誰？みたいなさ、なんていう、言い方、すんごい言い方悪いけど、あなた誰？みたいな人に、すごい嫌なこととか、ちょっと冗談チックで言われても、え？ってなることでも、その信頼関係というか、その信頼があるというかね、普段そういう人じゃないとか、普段こういうの人はこういうノリの人だとか、なんかそういうこ、人が、言ってくるのとじゃあ受け取り方としても全然違うから、そんな、そう、一概には言えない。これは別にお話し会に来させようとしているとかそういうわけではなくて、いや、本当にそうなんよ、実際は。いや、多分、ね、あると思う。なんか、すごい、コメント欄とかで、すごいなんか、なんて言うやろ。あなた、周りから見たら、もう全然、もう知らん周りから見たらさ、うわ、この人コメントすっごい嫌なコメントばっかしてるとか、思ったとしても、そう、見てる人が思ってたとしても、仮にね、仮に思ってたとしても、私はその人がどういう人か分かっているから別に何とも思ってないみたいなケースも、もちろんあるし、そう、逆パターンもあるかもしれないけど、そう、それはこっちもあるから、ね、周りから見ても、さらから見ても、何この人のコメント、すごい毎回嫌なことばっか言ってっていうパターンもあるかもしれないけど、でもそのこっちのパターンもあるから、そう、こっちは別になんとも思ってないけど、ファンの人同士からしたらすごいどうなんだって思うこともあるかもしれないけど、それは別にショールームのコメントの場合は、こっちに対しては別に、なんて言うんだろう、ショールームはね、そのなんか公共の場、公共の場って言ったらあれやけど、なんかもう、もう不特定多数の人がいる場でそういうことをされたら、確かにね、そういうのはあるのかもしれないけど、こっちの、このショールームに関しては、ショールームに関しては、別にこっちが嫌な気持ちになってなければ別にいいと思うよ。その、なんね。別にみんなはさらに向けてコメントをしてるわけでしょ、これは。だから別にいいと思うんですけど。ただみんなにはミュートっていう機能があるんだから、この人嫌なこと言ってるなって、さらが何も思ってないにしても、そう嫌なこと言ってるなっていう。そう。こっちはね、ミュートの機能ないんで。そう。ミュートっていう機能がないんで、あれなんですけど。もうみんなの場合はミュートしちゃえばいいんだから。私別にそれをあなたに言ってるわけじゃないから。こっちはミュートの機能ないんで。はい。言い返すとロックするか、もう完全に無視するかしかできないんですけど。そう、できないんですけど。みんなにはその機能がある。愛のあるコメントをしたい。いや別に何を、普通にコメントしとけばいいよ。普通にコメントしとけばそんな、こっちが嫌な気持ちになることはないよ。ないです。それは別にそんな、そこまでない。
割と何とも思ってないとこ、こととか多い。普通にやってください。その普通はこっちにとっての害や悪だとしたら、その時は言うので。普通に。で、そんなさ、何でもかんでもこのコメント大丈夫かな、このコメント嫌な気持ちになってないかなとか、そんな一思ってさ、コメントしとったってみんな面白くなくない？それはそれで面白いないじゃん。冗談を言えない場になったら、それはそれでさ、面白くなくない？当たり障りのないことしか言わんかったら会話にならないし、会話になっても別にそれは面白くないから。何？ポイズンって。ポイズンって何？ちょっとわからない。ちょっとそれはすいませんが分かりませんでした。まあ私は分からなかったですけど、コメントを見てる人とかからしたらすごく分かる。おじさんにはさすコメントだったんじゃないですかね。私にはすごく何にもちょっと心に来なかったですけど。私は刺さらなかったですけど、ちょっとおじさんには分かったかもしれない。そう、ほんとね、ネガティブな人が多いと思う、ほんとに最近。ちいちネガティブな人が多い。そのネガティブすぎると疲れちゃうからダメだよ。時に周りも暗くさせるから。ポイズン？毒？サラピアポジティブなんですか？ネガティブではないかな、別に。ネガティブではないです。ネガティブではない。くく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 るる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 る
です。別に、ネガティブなことがあったとして、わざわざそれを発しないってこと。こっちがこの人すごいネガティブな人だなって思うってことは、思うってことは、その人がネガを発してるってわけだから、結局それはね、それはその人発信してるからそうなってるわけだから。今日も配信ありがとうございました。勝手に終わらせしないで。まだ終わってない。まだ終わってないから。勝手に終わらせないで。ネガがあってネガを発信しないだけです。負の連鎖ってものはあるからさ。そうよ。自分のネガティブを、で、周りもネガにしてると思ったら、ネガティブは良くないじゃん。ポジシンがいたらポジシンになるじゃん。
それも充電ないよね、もうそろそろ。もうそろそろなぁ。まあ、てか、なんだかんだね。わお、なんだかんだあれなんで。まあまあまあ、もうそろそろランキング読みたいと思います。ランキング読ませていただきます。48位レッツ、24位りょうへいさん、13位 MJ さん、12位ピヨシさん、11位としやさん、10位39位すけさん、8位中野さん、7位あさかさん、6位おいでます元気さん、5位イータさん、4位ライディンさん、3位やじゅうまさん、2位ゆうちゃん、1位赤ヘルサンタさん、ありがとうございました。いろいろ考えさせられました。別に考えなくていいんだよ、適当に生きとけよ。適当っていうか、別にニュートラルだなと思いました。ニュートラルって何わからん。チーチそうやって、チーチそうやって難しいことは使わないで。配信ありがとうね、ハート。またね、ハートハート。だってほら、みんなこういう風に生きようよ。みんなこの人見習ってさ、こんな感じでこういうさ、ハートハートとかバカみたいにいっぱいつけちゃってさ、そう、やっぱそういうコメントがいっぱい、なんかこういうバカみたいにハートいっぱいつけちゃってさ、そう、明日ね、あの公演がありますので、来られる方はよろしくお願いします。あの、来られない方もね、あの、まあ、DMM の配信で見てください。まあ、会場にも行けない、配信見れない、なんて人は、まあ、頑張ってください。別に、絶対に見ろとは言ってないので。絶対に見ろとは言ってないので。はい。別に、はい。見れない、ああ、見れない。みたいな、いちいちならなくていいんで。見れない人は見れないで大丈夫です。来る人は来てください。見る人は来てください。仕事の人は仕事頑張ってください。はい。ってだけです。はい。はい。それだけの、それだけのことなんで。大丈夫です。あの他の誰々を見に行きますとかいちいち言わなくていいです。こっちもね、見られてない人のこと見ないんで、はい、こっちのこと見てもない人にレッスン送ったりしないんで、はい、大丈夫です。いちいちも言わなくていいです。それでは終わりまーす。ありがとうございました。バイバーイ。